はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、節チャンネルテロップが出ませんので音声オンでお聞きください。はい、お願いします。はい、今回はですね、はい、6月の25、26日の文具センター長沢さんの梅田茶屋町店で行われる万年筆フェスというイベントに公募せず、また今年も参加させていただきます。まだね、万年筆フェスね、ちょっと詳細が出てないんですけども、ごめんなさい。公募せず、ちょっと昨年ね、並んでいただいて、まあちょっと混乱を招いておりますので、今回はハガキでの事前申し込み制となっております。そのためちょっとね、別の形でこうやってちょっと先に宣伝させていただきます。はい。25、26ですね。はーい。梅田茶屋町店さんの方ね。はい。お願いいたします。はい。今回も、はい。まあ、毎回同じものを使っているんですけども、まあ、展示販売会、事前、抽選予約制となっております。またね、往復はがきを、はい。買っていただいて送ってもらうんですけども。25日。はい。10時から18時、そして26日日曜日は10時から17時となっております。ごめんなさい、割かし時間が短いです。三宮の時みたいにね、ちょっと人数来ちゃうと、ちょっともしかして外れる方いらっしゃるかもしれません。はい。まあ、なるべく、来た方全員にね、見ていただけるように時間配分してやりたいと思います。はい。まあ、毎回なんですけども、だいたい一度に見ていただける人数が、まあ、だいたい4人なんですよね。まあ、本当にちょっと多かった場合5人にする可能性もあるんですけど、一応4人で回していこうかなと思います。で、まあ、多分ですが、まあ、1人20分ですね。はい。お願いします。でね、今回も1枚のハガキね、応募できるのは家族のみです。はい。友達同士のね、応募はお断りしておりますので、すいませんが、よろしくお願いします。でね、名前書いてもらいますので、友達同士の場合だとね、ちょっと身分証でちゃんとチェックさせていただきます。そういうのはちょっとおやめください。お願いいたします。で、往復はがきね、まあ、質問等が来ておりました。なんでお客様がそんなものを負担しなくちゃいけないのだっていうメールもね、今年何件もちょっといただいたんですけど、申し訳ない。イベントね、今回、押さえてはがき用意してもらうんですけど、お店では買えない、イベントでしか買えないっていうものをね、いっぱい持っていきたいと思います。イベントには、まあ、一応気合入れて、いろんないいものを持っていきます。イベントでしか販売しないものもあります。まあ、そのためね、そういうのが見れるということで申し訳ないですけど、はがきの方を買ってください。お願いいたします。はい。で一応、家族ね、観覧数4名までマックスなんですけどね、ペンを選ぶ人のみの名前を書いてください。選ばない。家族で4人見るけど、息子さんだけしか選ばないっていう場合はね、1人だけのお名前で構いません。一緒に来てくださっても、全然純駆動さんの中広いです。周りで待っていただけるスペース十分にありますので、公設のペンが欲しい、見たい、買いたいって思う人のみのお名前でお願いいたします。はい。でね、まあ、初日、一応ね、希望日書いてもらってもいいんですけども、まあ、25日書いてもらっても多分ね、絶対的に人数多いのでね、25日に当たるとは限りません。で、26日しか来れないっていう人が25日になるっていうのだけは避けたいので、できるならこちらの希望日ですね、26日の方のみ書いていただけると嬉しいです。まあ、25日って書いてあっても不備とはみなしませんが、当たらないことがあるということだけご理解ください。でね、はがきの方、はい、推しの方、はい、僕の住所ですね。今回も僕の方で抽選させていただきます。で、隣で、ね、何も書かないように。そして返信ね、自分、住んでるところの住所とお名前。で、ここのお名前の方ね、はい、
ご家族でお父さんと息子さん2人とも見て買うんだっていう人は2人のお名前を必ずお書きください。ここに1人しか書いてないとね、もう1人として見なしますので、こっちにいくら書いてもこっちの分は全く僕考慮しませんので、よろしくお願いいたします。あとまたちょっと書いてないんですけどね、年齢等を書いていただけると嬉しいです。はい、まあね、毎回なんですけど、まあ一人2枚とか3枚とか送ってくる人も必ずいますね。新宿の時ね、一人だったので、ね、九州ないかなと思ったらね、やっぱりいますね。そしてここね、隣書かないって言ったところにここに書いてくる人ね、やっぱりいますね。あとここね、ほとんど書いてない人、めちゃくちゃ九州多かったんですよ。ここ全然ダメでしたね。本当に動画見てます？これ見てます？って思うくらい不備が多いんですよ。なので、すいません。動画見てくださいね。お願いします。まあでも、そうですね。三宮の時はそんなに不備がなかったので、今回こそいけるかなと思います。はい。はがきね、買っていただくと、まあこういうふうに折ってない状態でいきます。はい。で、青の方が、僕の住所を書いてもらって、隣何も書かないですね。こちら、皆さんの住所とお名前ね。見る方のお名前でみんな書いてください。最高4人ですけど。まあ、大体2人が多いかな。10代の方と、まあお父さん、もしくはお母さんっていう。で、こっちに必要事項を書いていきます。はい。というわけで、じゃあ、実際に僕が書いていきましょうか。テイク2でございます。まさかまさかのインク切れ。はい。で、今回もっていうのか、まあ毎回なんですけども、必ず手書きでいきましょう。シールでプリントアウトしたものを貼るのは不備とみなします。基本的に最後になる。もしくは、すごい多い場合、申し訳ないときには外れるっていうふうになりますので、はい、お願いします。で、501-6311。というわけで、ここに住所ですね。で、工房節長田敦史様。ここは様って書いてくれると嬉しいな。はい。書いてない人、何かいましたね。はい。で、そうですね。で、こちらは書いていただいて、その隣ね、絶対、折る前ですよ。折る前ね。書かないでくださいね。はい、お願いします。おっと、インクがたっぷり出ちゃったので、はい。でね、今僕万年筆で書いてるんですけど、ボールペンでも大丈夫です。マジックでも OK です。ただ、鉛筆はやめましょう。あと、フリクションもやめましょう。もうめちゃくちゃ熱くなってフリクションで消える可能性もあります。三菱のやつもありますよね。消えちゃうやつですね。あれ、熱で消えるんですよ。なので、そちらはやめましょうね。はい。で、鉛筆も結構やっぱ10代の方いらっしゃいます。鉛筆もね、やっぱり何かの具合で消えてしまう可能性があるので、必ず消えないペン。まあ、水性でも油性でも大丈夫だ。紙なので大丈夫だと思います。はい。必ず、それでお願いします。はい。で、ここね、また、僕の住所を書きますが、これ、ここ、緑の方は、皆さんの住所ですよ。はい。で、住所と名前が書きましたら、本当はね、自分の名前を書いても、ここに雪とかね、当てとかって書くのが普通なんですけど、ごめんなさい。今回ばかしっていうのが僕のイベントのやつは、ちょっとそこを、ルールを無視をして、様って書いてください。もう、
僕がそれを消して様って書く必要がないように様と書いていただけるとありがたいです。これ様やらない人ねめっちゃくちゃいますね。ほぼ3分の2、うん、60%、70% ぐらいの人がここ何にも書いてないっていうことですね。はい、なので様って書いてください。次こそ、次こそお願いします。はーい。で、まあ大阪の必要事項ですね。大阪の方なので、まあ別公募設イベント申し込み、これそんなに書かなくていいです。はい。でこちらの方にもね、応募者名、はい、で書いてください。でね、年齢、正確な年齢じゃなくて構いません。40代、10代っていう感じで構いません。でね、一応住所お願いします。特に何っていうわけではないんですけど、まあ、何かあった時にね、遠い、近いとか、いろんなことで何かのためにちょっと考慮したりとかっていう、キャンセルとかね、そんな時に何かしらのちょっと基準にして連絡するときにね、この辺も見たりしますのでね。で、電話番号ですね。何かかけたことがあるんですけど、全く違う人にかかることが多いです。10回にね、3件ぐらい違う人にかかりますね。なので、必ず自分の番号、誰か家族の番号ですね。必ずそれを書いてください。で、今回 ABC コースありません。もう全部問題なし。全部見れます。はい。でね、26日の方のみですね。26日と書いてください。で、書いてない場合は25日の方に一応振っておきます。で、まあ25日と書かれていても、まあ26時になるという可能性だけは覚えておいてください。よろしくお願いいたします。はい。でね、まあ、こちらの方書いていただくんですけども、本当にね、ペンが欲しい方、お願いします。5歳児とかね、の方のやつもね、家族で書かれる方いらっしゃるんですけど、多分ね、僕の商品5歳児とかではね、ちょっと早いかなと思うんですよね。で、まぁ、ちょっとね、小学生、まぁ、幼稚園とかね、その辺だともうちょっと、まぁ、僕も何度もペンバシャーンってやられてね、傷つけられて商品をダメにしたことも何度もあるんです。なので、その辺のね、あれもあるので、ちょっと、小学生以下の方、小学生以下じゃないですね。未満児とか、まあ、そういう可能性がある方はね、ちょっと、ご配慮していただけると嬉しいな、という感じですね。はい。もちろん本当にね、見たい、どうしても公募せずの商品使いたいっていうんだったらいいんですけど、まあ、その時はね、親御さんちょっとごめんなさい。商品ね、傷つけないようにしていただいて、まあ、二人で子供さんとね、一緒に見ていただけるとありがたいです。でも本当に公募設の商品高いんですよ。簡単じゃないので、まあ、本当にブームになってね、ありがたいお話なんですけど、本当に、うん。まあ、そんな感じでね、うん。まあ、本当、すいません。本当ありがとうございます。こんなことになると思ってもいませんでしたか。はい。で、まあ、当然、コンプロットとかも持っていきますし、マネツも持っていきます。エクステンダーちょっと少なめになってますけど、また作らなかなと思いながら、はい。はい。というわけで、頑張って、また時間振りします。多分ですね、10時って書いてあるんですけど、10時スタートは多分しません。前もってね、上がっていただくっていうことができなくて、多分10時10分から、初っ端スタートで、まあ、10分の間に、まあ、入っていただいて、1番目の方、初日、両方ですね、見ていただくという形で、はい。で、あと、お昼休憩させてくださいね。はい。それもちょっと時間考慮しますので、よろしくお願いいたします。そう。で、あとね、うん。三宮の方に、応募して、来れなかった方。
取れなかった方ね、多分赤ペンで番号が書いてあったと思います。で、その番号をね、はい。もしよろしければ、書いておいてください。で、このか、こうやって書いてあった場合、こっちに全部、来れなかった人ね、全部表にまとめてあります。で、何番かっていうのも全部こっちで、全部チェックしてあります。で、こうやって書いてあった場合に、人数がいっぱいだった場合、外さない。必ず見れるという形を取ります。これが今回の救済処置となります。はい。まあ、さすがにコロナでね、まあちょっといろいろ、マンボウが出てましたのでね、あとは、まあコロナになってこれませんでした。ダメでした。濃厚接触者でーすって言って連絡いただいた方もいらっしゃって、まあ、そういう方は必ずね、見れるようにしますので、はい。番号の方、書いていただければと思います。はい。変な風に、勝手に書いたところで、こっち全部、表あって、番号も全部、こっちでちゃんとありますので、その辺はちゃんと調べさせていただきます。はい。という感じで、長々なりました。はい。ではでは、秋の方で。はい。まあ、今までイベント、いろいろ、こうやって動画、映してきたと思います。なので、まあ、そちらの方を見ていただいても大丈夫ですし、はい。基本的なことは毎回言っております。まあ、その辺ちゃんと考慮して、はがきの方、送っていただければなと思って。あ、そうですね。はい、はい。忘れた。一番肝心なところ。はい。今日からですね。今日からの受付、末日、5月31日、決心、有効となっておりますので、よろしくお願いいたします。で、またね、1週間、もしくは10日、ぐらいにはこちらから返信したいと思いますので、またチェック、はがき届きましたらね、チェックしてください。よろしくお願いいたします。